え、待ってればいいのこれ。ちょっと、顔が。なんだこれ、顔が、じわじわ。え、動いてるか動いてないかっていうぐらいの、これでいってる？これでいってる？動いてるわ、これ。どこまで行くんだ、てみの顔は一体。最後まで待つとなんかあるのかな、これ。ここまでかな？ここまでな。よし、分析してみよっか、じゃあ。ずってんちゅう、ずってん。キャワは人間、撫でるの大好き。でも人間、てみアレルギー。いや、怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。あ、いきなり戻った。なんもなかったみたいな感じで、スッって戻ったわ。メタありすぎじゃね？テミーなんですけど、必中の攻撃ってくるわけですよ。これもう避けられないんですよね、これね。必中じゃないやつもまああるんだけど、かなり避けづらいと。でもこいつを無傷で簡単に倒せる方法があって、それがこのポーズを取る。まあ、テミーに筋肉をもりもり動かしてみせたっていう気持ち悪いことやるんだけど。やーん、筋肉、キャワーグニャイって言って、テミーが引いたところに追い打ちでアーロンが、僕はそうは思わないな、って来るので、これをするとテミーが倒せます。アーロン単体だとそんなに強くないんで、まあ倒せるよ、ということです。いけるんじゃないかなと思うか。あ、こいつなんだっけな。なんか最初の方で見たような気もするんだけど。渡し船、サンゴールドでどう？あ、サンゴールドで乗らしてくれるんだ。じゃあ乗って。うん。かわいいな、こいつ。なんかちょっと。紫。はいはい。顔を踏んづけてくれてありがとう。はい、サンゴールド。いや、気持ち悪いわ。変態じゃねえか、こいつ。多分。恥だらけのこの人生。いや。サンゴールドでどう？っていうのもまたなんかちょっと気持ち悪いな。全然違う意味やったよな。もう一回乗ってみるか。私もね、サンゴールドでどう？乗る。うん。じゃあ乗って。これ、じゃあ乗ってっていうの嬉しいんだろ、多分な。顔を踏んづけてくれてありがとう。はい、サンゴールド。いや、きついこれ。何こいつ。ちょっと可愛いなと思ったのが間違いだった。色も気持ち悪いような気がしてきた。何回も乗ってあげるか。じゃあ乗って。これ一回引きずり込まれてるよな、水にな。引きずり込まれてるけど大丈夫なのこれ、人間。ほら、パシャーンって。これ息できない。こういう妖怪いたやから。変態だし、妖怪だし、なんか。いっぱい乗ったらなんかあるかもしれないから。いっぱい乗ってあげるから。めっちゃお金もらえるんだから。何回もやってるとなんか頭おかしくなるんじゃない？ドーパミンで。この私胸、エクスタシルんじゃないか。エクスタシルかな。それではご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録して他の動画を見ていってください。また、ツイッチで生放送もしておりますので、この動画の説明欄から飛んできていただけると嬉しいです。それではまた。